アレクサンドラス・チャルトリスキスは、ゲディミナス家から出たチャルトリスキ家出身のコーボシリウス、チャルトリスキスの息子にあたる。アレクサンドラスは1440年に、兄弟のヨナスと、ミギコラスと共に王子、守備取りイラを、リトアニア大公をつけるためのクーデターに参加し、大公ジーギマンタスケース・トゥタイティスの殺害日直に、加わっている。1441年には、 モスクワ大公バシーリー2世に敵対するドミトリー、シェミアーカのグループの一員となり、プスコフに赴いた。だが、プスコフではすでに1443年にバシーリー2世が派遣した大官が送り込まれており、住民から彼らの大官になるという案は賛同を得られることはなかった。アレクサンドラスは1447年にノブゴロドの大官として赴き、1448年には、 ノブゴロド市民と共にドイツへ、その後にリーガのリボニア騎士団総長やスウェーデン国王の下を訪れている。1452年冬のアレクサンドラス指導家のノブゴロドでは多くの公の領地が戦火に巻き込まれて焼き払われた。同年の夏にはドミトリー・シェミアーカの娘であるマリアとノブゴロドで結婚している。1456年の冬には ノブゴロドとバシーリー二世との戦いで、ノブゴロド軍の指揮を取ってはいるが、戦闘行為には参加していない。おそらくは、同年の夏に、モスクワの要求によりアレクサンドラスは、ノブゴロドを追われて、プスコフの公に収まった。バシーリー二世がノブゴロドに達したことを知った、プスコフ市民は1460年の冬に、リボニア騎士団に対する援助の要請とアレクサンドラス。 自分たちの公として認めてもらうために、バシーリー2世のもとに、都市の末端からの大貴族を付随させた二人の市長を派遣した。バシーリー2世は、アレクサンドラスが自分に忠誠を誓うという条件付きで、プスコフ市民の見解に同意した。アレクサンドラスはこの条件に断固たる反対を示したが、プスコフに止まっていた。ありがとうございます。